はい、皆さん、こんにちは。スターデューバレー、続きからやっていきたいなと思います。ということでね、今回はですね、あのー、あれだね。やっと2000。やーばいこれあれか季節変わっちゃったから <laughs> 作物が全部枯れちゃった。そうかこれ今あれか秋になったから。うわ、最悪これ全部死んだ。あ、これだけ生きてんのかこれは生きてそうだな。<laughs> 作物全滅しました。これ以外。 もうやだなこれやっぱさ、季節がずれるともうあれなんだね。もうこれ全部、あれ雑草のようになるわけこれ。もうこれ枯れってことね。うわー種が全部死んだわ。あははは !2000 ゴールドだけ貯めたけど。はい。もうそうそう。で,でね、あのー、まあ、前回の続きで、今回はですね、初めてね、前回やっと延べ棒がね、作れるようになったんで、作ったんで、この延べ棒を持っていってですね、今回初めてのね、アップグレードをしようかな。あ、ちょっと待って。メールだけ読んでいい メールをちょっと読んで手紙来てるえーとわしの膝がまた悪くなってきてなと、はあ、手を貸してはいただけないだろうが唐辛子をすり込むとよくなるあいにく手持ちを唐辛子かでも唐辛子多分今季節過ぎちゃってこれ育ててたけど枯れちゃったね <laughs> また次の季節待ちじゃんえー今夜の10時を回ったら世にも珍しい素敵なイベントが見られるよ月光クラゲというあークラゲイベントあんの 冬に,に備えた、えー、冬に備えた南への長い飛びの途中でペリカンタウンを通り過ぎるんだと。街のみんながビーチにクラゲを見にまつ集まると。おー、なるほど。クラゲフェスみたいなのやんのね。まあ、それはいいんだけど、ちょっととりあえずね、またね、鍛冶屋のとこに行ってですね、このね、ジールをちょっとアップデートしようかなと思うわけなんですよ。で、あのー、このジョルあ、でも待った、そういやさ、クラフトでさ、 スプリンクラーが作れるようになったんだよな、これ。あー、これだと水やり楽になるけど、これ、精錬のクリスタルって何これこれがないね。もう無理だな。ちょっと、最初はスプリンクラーだね。まあでも、それよりも最初に、まあこの道具のね、どれかをアップグレードしときたいんだよね。だから初めてのちょっとアップグレードに向かいます。よし。ということで、まあちょっとね、俺はね、浄路を期待してるんで、最初何をやるのがいいのかな <laughs> 俺、浄路で、 水やり楽にならんかなと思って、ちょっと上路から行きましょう。行きたいと決めてたんでね。はい、他のもんはま,あまだあとでいいから。ということで、オープン9時なんで、そうだ、忘れてたわ。でもこれあれじゃないなんか、もう、ハロウィンみたいな、このカボチャの準備してるよね、これ。あー、でもなー、あとどうしようかなー。これさ、カマ、鶴橋、桑、斧。 ジョーロ。どれを強化するのが最初楽なんだろうね。まあ、どれでもいいんだろうけどな。まあ、全部まとめてやるのが一番いいんだろうけど。まあ、とりあえずね、ちょっと金使いすぎて今2000ゴールドしかないんで1個しかできないんでね。まあ、最初ちょっと俺ジョーロやりたいって決めてたから、ちょっとジョーロに行こうかなと思います。ということで早速ね。よし初アップグレード。アップグレード。ということでジョーロ行きます。ああ、これ数日間待つのね。ああ、やべえジョーロがなくなった。ジョーロ使えないんだ。 その間ああめんどくせえな。ま、あいいや。ということで、まあ、とりあえずアップグレードはお預けしたんで、え、どうしよう。種買う金もないんだけど。これ、どうしたらいいのもう、あの、作物がさ、あのー、死んじゃったから、これちょっと安いやつ買ってさ、これ380、<laughs> 何がいいのこれ。ナス、ナスでも、これ、地味に育てる、最初。金がないんだもん。389しかないから。 かぼちゃ13日。とうもろこし14日。えぇ、ー、やだな。季節の変わり目、ちゃんと意識してないとダメだね。小麦10円なんだな。ぶどう。あー、ぶどうとか結構良さそうだけど、最初ちょっと、あれか。ナスでごまかすか。<laughs> この安いやつで。よし。ナス19個。まあちょっと、じょうろないけど。とりあえず、ナスは買っとこう。よし。ということで、えぇ、ー、一回帰りまして、 見てこれ9ゴールドなんてありえるこれ唐辛子そうだから唐辛子もさもうあれだよ枯れちゃったから <laughs> 次の季節まで待たなきゃいけないねこれよしまとりあえずじょうろ待ちになったからあ,あやべえなじょうろじゃあ預けるんじゃなかったねこれどうしたらいい <laughs> この種で生きていくしかないんだけどまひとまずじゃあさちょっと今できることやろうかこれずっとこれ気になってたんだよね えー、谷のマズチ土から手紙が届いたと。だからマズチ土の塔にちょっと行ってみようかなと。暇なんで。ということで、えーっと、松土の塔はここにあるね。これ、行けんのこれ、左側に行きゃどうにか行けるんでしょう多分。ちょっと行ってみようぜ。どっから行くんだろうなこれ、左側にとにかく行けばいいのこれ。ちょっとマズチ土の塔を目指して、道あるこれでも。ちょっとこれ、切りながら行くか。 すらあれこれ石かこうやってこれ見にくこれ何があるのここ <laughs> 何があるか分かんないこれかちょっと待って分かったこれやよしこれでとりあえずちょっと切りながら進んで魔術師の塔に行ってみようかなオッケー左側でしょ またこはい,い。全部切り裂きながらこれでも道あるここ。こう下の方やな。こっから行くのかじゃあ下行った方がいいのかこれ。ちょっと待って、下行こう。多分下やな。下行って、とりあえず切って、バチバチ切って。これいいね。バチバチ。右に行きすぎたな。 もうちょっと左か左行きすぎたら、もうちょっと右の方にあったはず、こっちや。えーと、探索しましてだな。あー、もう邪魔。ちょっと待って、切ろう。OK。道を遮るもはどんどん切っていくと。よし、これで、待って、ここも切らないとダメ。これちょっと見にくいんだよな、重なると。はい。 よし。で、ここに岩があるか。石があるから、こうやって切って。あ,あ、これダメだ。これが、これこそアップグレードだよな。結構な、やべえな。めんどくせえことになったな。はい。よし。これでザクッと。よしこれで下行って。あなんかやってる。上臭いこの、もう下水になってるね。ああ。なんかめっちゃ捨ててあるじゃん。いろんなもんが。 何これなんで鍵がかかってるんだろう僕、下水道を探探検したいのに。確かに。あ、こっからまずしの通り行くのかな鍵ならきっとギュンターが持っているよ、と。ギュンター教授あの博物、博物館のとこね。はあ。あ一度ね、あの人がポッケから錆びた大きな鍵を落と、え落っことしたの見たのと。う、は、ん、あ。あの鍵、この不気味な下水道の扉にぴったりだと思うんだよね。マジか。 なんで教授がここの教授じゃない、博物館の人が持ってんだろうね。えギュンターさん。え中に何かいるだって。怖っ <laughs> 何がいるの見てこいと。何何何かの鳴き声やな。何がおんのこれ。 えこれはどこに来たこれで。あ、これ普通にあの、あれか。下のとこ来たのか。まあ、どうでもいいんですけど、これ、ちょっと、マズチシの塔行きたいんで。あ縄跳びしてる。楽しそう。えー、っと、まずつの塔、これ左行きゃ行けます道がわかんないんだよ。これかこんなちっちゃな塔これのことこれやんさあ、マズチシの塔着きました。意外に、意外にちょっと、 ちハチポちっぽけっち,ゃ言っちゃあれだけど意外にこじんまりとした党なんですねこれもうちょっとバカでかいそびえ立つ感じかと思ったおっこれが魔術師か怪しいな,なんかさあこっちへおいでと何なんだお前は魔法陣でなんかやってるねえっと我が輩はラズモディアスええ奥深,深く奥なるえっと真理の求道者とはあ で、物質界と霊界の仲介者と、は七、あ、つのエレメントを切り分めしマスター。聖なる呪文の守り、もう分かっただろうと、はぁ、あ。貴殿は、はい。貴殿がここにやってくることは前もって予知していた、はあ、さて、見せたいものがあると、はあ、何を見せてくれんのこれ魔法人。見ようおあ、こいついたわ公民館いたやつじゃん。ねえ、あの逃げて、いきなり消えるやつ。 何なんだ、これ。これと同じ存在は前にも見たことがあるのに、そう、公民館行ったやつ。おうおうおうおお。えー、こやつらは自らをジュニモと称している。ほう。謎に満ちた精霊では、ぜ精霊でな。うん、理由はわからないが、我が輩とは対話してくれるのだ。あー、なるほど。話せないんだね。なぜこやつらが公民館に住み着いているのかわからぬが、まあ害はない。恐れる必要はないぞと。ほうん。危害を加えるタイプではないらしい。 ほ,ほう未知の文字にで書かれた黄金の巻物を見つけたとうん、はあ、大変、そう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 なんかあのかいどできないやつあったよねなんか翻訳したいやつねちょっと待って俺行ってみてこようすぐ戻る <laughs> 待ってるのあの公民館いけわずるあいつワープできんのか帰ってこないおお帰ってきたはやっ帰ってくるときはこっから入って帰ってくる書物を見てきたと、はあ、どうだった 難解な文章だったか解読できてるぞ、マジ僕たちジュニもお手伝いが僕らの喜びとはあ、見返りには谷からの贈り物が欲しいな。あなたが森と生きる人なら、この巻物は本当の姿を明らかにすると。何谷からの贈り物って。<noise> ふむ、森と生きる人か、何を意味しているのだろう。確かにな。くんくん。 そうかわかったぞ。来るがいい。何がわかった？<laughs> これを釜から何か谷の贈り物ができんのこれ。えー、我が大鍋には森から集めた材料を煮立ててあるのと。はあ、はあ、はあ、なるほど。ああこうやって素材がいろいろ入るのね。キノコどうだ。森の匂いを感じるかと。さあ飲み干すがいい。飲むの。<laughs> 森のエキスをキデンの体に染み渡られるのだ。 まずそう。うわー絶対まずいやつ。あ、エナジー回復。<laughs> エナジーがみなぎってきた。ほう。なんか、毒めいてない大丈夫これ。あははは森のエナジーが、すんごい毒々しい感じになってるけど。木が。なるほどえ、これでどうなんのこれ。なんかすげえグワングワんしてるけどね、これ。 何なのこれはえひたすら木が <laughs> 木と葉っぱがおーできたえー、森の魔力を身につけたとうんジュニもの巻物を解読できるようになったとあこれであの公民館の文字とか読めるようになったのね終わりこれでこれともうあと何もくれないこれはいそれだけかこれ何これ何もないか ちょっと奥行こう。なんか魔術師って気になるよね。お前何してるんだと。<laughs> 怒られた。これ魔法人もなんもないあ、オッケー。ということで、まあ魔術師のおっちゃんとは、これまでかなこれ何これなんもないか。はい。帰りましょう。まあ一応これで、えー、あの巻物は読めるようになったということかな。じゃあ、あれだな。次公民館行った時、あれを読めばいいわけで、ね。これで精霊と接点ができるんかななんかね。 なんかでも贈り物がうんちゃらかんちゃらって言ってたからまあ、贈り物が欲しいんだろうなとよし思うんだけどその贈り物が何か分かりません <laughs> とりあえず帰るぞああいいねこれさこういう鳥を捕まえたらあの鳥小屋さ入れられるのかな早くペット飼いたいんだよね鳥小屋だけあるけどいまだにあれなんだよなあのー、肝心の <laughs> 肝心の鳥がいないからもう空き家完全な うわ、もうすげえな、もう。茂み放題だな、これ。ちょっと、どん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 綺麗にしていかないとね。いろいろ柵とかも作ってね。今後クラフトしていきたいけどね。はいということでね。今回はちょっともう、貧しいのね。おじさんに会ってきましたと。いうことで、まあ、今度はね、あれあれやな。あの、なんだっけ。公民館の文字も読めるようになったし。まあ、あとはあれだね。アップグレード今待ってる。あの、あれだね。浄炉ね。浄炉を、まあ、引き取りに行こうかなと。 次回以降ね思いますということでご視聴いただきありがとうございました是非ねチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたねバイバーイ